2005年の読売ジャイアンツでは2005年の読売ジャイアンツの動向についてまとめる。この年の読売ジャイアンツは堀内つ夫監督の2年目のシーズンである。前年の守備力の低下を招いた反省から守りの野球を標榜し、中堅守としてゲーブ・キャプラー、抑え投手としてメジャーリーグで活躍したダンミセリを補強し、堀内監督が今年は 中日との一騎打ちになるだろうと語るなど、3年ぶりの優勝が期待された。しかし、このシーズンは開幕4連敗で始まり、4月21日から6連敗して最下位に転落すると、6月2日まで最下位に低迷し続けた。その間に、野手陣ではタフィローズ、清原和弘、高橋義信が故障離脱。 キャプラーも不審に終わるなど誤算が相次いだが、チーム本塁打は前年より低下したものの186本塁打でリーグ1位。投手陣もエース上原浩二や高橋久則が、それぞれ12敗を喫する不調、抑えとして期待されたミセリの不審による途中退団チーム防御率は2年連続ワーストを更新し、4.80とリーグ最下位だった。6月3日に、 広島を抜き、再開から脱出したが、その後もチーム状態が上がらず、シーズンを5位で終えた。シーズン終了後、8年ぶりの B クラスの責任を取り、堀内が任期を1年残し退任し、1軍ヘッド剣打撃コーチの山本幸二、1軍投手コーチの穴見の秀行、1軍外野守備走塁剣打撃コーチ補佐の広田澄夫、2軍監督の高橋十三。 二軍ヘッド剣打撃コーチの淡口健二、二軍投手コーチの関本44、二軍外野守備総類コーチの屋敷陽も対談した。後任に原達則が三年ぶりの監督として復帰することになった。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、 本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談なし。ありがとうございます。